天体観測、車輪の歌で若者の心をつかみ、今なお若者に寄り添う歌を作り続ける孤高のバンドバンプオブチキン。そのボーカルとして独自の世界観を歌うカリスマ藤原元。今回は藤原元の面白いエピソードを50個紹介します。野田洋次郎や米津玄師など多くのアーティストに影響を与えた藤原元。音楽だけではなくファッションでも藤原の真似をする人が多かったですが、初期に特徴的だったのは目元を隠す前髪。この前髪は視力が低いことも相まって目つきが良くないことにより、父親に睨んでいると勘違いされたことから前髪で目を隠すようになったとのこと。実際に藤原が語るところによると、小学校の頃にすでに視力は 0.2 程度、さらに現在は 0.05 までに低下しているとのこと。眼鏡を所有しているものの、いわく初めて眼鏡をかけた時の感想が、見えすぎるのが怖い、もっぱらゲームをプレイする時に着用するなど独自の美学を貫いています。眼鏡嫌いながらファッション好きとして有名な藤原、眼鏡もトム・ブラウンと高級品。集合写真やソロ活動のアーティスト写真でもシャツの首元や胸ポケットにちらり。またライブの MC でも客席を見るためにスタッフから渡された眼鏡をかけ、1日10回以上付けたり外したりしてるから緩んでて歌ってる時ずれてくるかもと、そのまま演奏を続けるなどヘビーユーザーの模様。音楽の原体験はゲーム音楽と語る藤原。ゲームやアニメのサントラが好きだった模様で、その経緯から人気作品テイルズシリーズのテイルズ・オブ・ジアビスにソロ名義で主題歌と BGM を担当しています。小学校の下校中、目を閉じて歩きながらドラゴンクエストから竜王の BGM を歌い、先生にものすごく叱られた思い出があるとのこと。とにかくゲーム好きで、ドラクエだけでなくファイナルファンタジーも大好きな藤原。バンプ全員 FF ファンであることから、 FF 零式のテーマソングゼロをバンプとして制作した経歴があります。バンプとスクエニの交流は FF7 の映画アドベントチルドレンの試写会に行ってから、イラストレーター兼クリエイターの野村哲也と食事をしたことで生まれたとのこと。なお、この時バンプ一同は野村に対し一方的に好きですと言い、さらに開発者の一人である野村に対し FF の良さをメンバー一同で熱弁したと振り返ります。この仕事はバンプのスタッフを通してメンバーに伝えられたことから、メンバーはどの FF と困惑していたとのこと。ちなみにテレビゲームで FF と省略するタイトルは強いて言えばカプコンのアクションゲームファイナルファイトしか存在しません。こちらはバンプとは程遠い世界観です。この際スクエニ本社へバンド代表として2回ほど打ち合わせに行った藤原元。入り口にスライムがいることで大興奮し、受付の横にあった天野義孝の絵を発見すると写メを撮ってメンバー全員に送りつけるなど、仕事にかこつけて大満喫していました。バンプのプロデューサーはゲームを全くせず、天野義孝の絵を純粋に芸術として評価。そこからゼロの限定版 CD ジャケットが天野によってデザインされた経緯があります。この時もともとゲームのファンだった藤原らメンバーにとって天野は雲の上の存在であり、無知から提案するプロデューサーに対して何言ってんのとドン引きしたとのこと。バンプ一同はなんとメンバーのドット絵までスクエニに依頼。これに快く応じたスクエニは粋なパカライで、バンド名も FF のロゴに合わせ、さらに FF に登場するさまざまな職業のバージョンも対応。これを見て最高だと大喜びの藤原たちに、今度はプロデューサーがドン引きしました。自分が FF に出演したらどんなキャラかと質問された藤原曰く、自身のアビリティは隠れる、逃げる、思い出す、戦うはありませんでした。ベースの直井義文からかろうじて歌うわというボケに、歌うはあろうよと突っ込み、その後も FF2 への熱い思いを語り、ファミ通の記者を驚かせました。アニメ漫画も大好きな藤原元、大人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイからヒントを得て「アルエ」を作曲。歌詞も綾波のキャラや設定を反映したものですが、なんと藤原綾波に本気で恋をしていたとのこと。東京に綾波がいるんじゃねえかと思い、リアルな希望を持って千葉から東京へ向かう青春時代を過ごしたと振り返ります。ちなみに藤原にエヴァを紹介したのはギターの増川博明です。その当時貞本義行による漫画版エヴァに触れていた藤原と増川はエヴァ直撃世代。テレビ終了後も新劇場版が作成されるほどエヴァはドロドロした物語になる作品です。当時はまだシナリオも序盤だったことで、綾波への熱い気持ちだけで書き上げた結果、アルエは今の綾波とかけ離れた曲として残っているとのこと。バンプオブチキンのメンバーは全員が幼馴染であり、幼稚園から顔見知り。しかし幼稚園時代はドラムの増秀夫が3人に認知されておらず、小学校は増だけ別の学校に通っていたため、中学校での再会から今までずっと一緒にいます。特に藤原と増川は非常に仲が良く、藤原家はギター禁止だったことから増川家でギターを保管していたほどの距離感。結果として増川はギターに目覚めました。
中学時代に交換日記をしていたことから、ホモワラ、ホモカワと散々なあだ名を学年で付けられていたことも。過去に藤原と増川がツアー中、石川県でその日の旅館が決まらなかった時のこと、藤原が近くにあった温泉旅館に2人で予約を取り、当日旅館に着くと、おかみさんが藤原と増川を見て、え、男2人ですか、え、と何度も確認してきたというエピソードが。さらに話をそらすため、藤原が箸袋に書いてある短歌の意味をそのおかみさんに聞くと、その方は大阪出身だから歌の意味を知らず非常に気まずい時間だったとのこと。藤原元雄は多くのきっかけで曲を作り、各メンバーについての歌も作成しています。人気曲「車輪の歌」が収録されたアルバム「ユグドラシル」終盤の「ファイアーサイン」は、当時ギターの実力不足などで脱退を考えていた増川へ向けて書いた曲であるとのこと。ユグドラシル制作期間、増川自身も今まで言わなかった本音をさらけ出す必要があると感じたことで、よりメンバーと向き合うことに。結果としてこのアルバムによってバンド全体が同じ方向性を向くようになったと藤原は語り、くぐり抜けた修羅場が違うと表現しています。キャッチボールという曲は、藤原と増川が箱根の小さなコテージでの合宿がきっかけで誕生。歌詞は友達とのやり取りなどがテーマですが、この時藤原と増川がプレイしたのはバドミントン。増川の詩やギターフレーズを藤原が形にしたこの曲、藤原は増川について、実際に取りにくい変化球をいっぱい投げてきて、俺が全部必死こいてキャッチすると苦労を語っています。セントエルモの日にはドラムの増秀夫が富士山登頂に挑戦した際、飛行機が静電気によって発光する同名の現象を見たことから生まれた曲です。この時藤原は増に対し内緒で富士山に登頂、共通の友人であるマネージャーと共に増を追い、先に頂上へたどり着いて増を驚かせることを企画。しかしいざ頂上で藤原に出くわした増は、あれ、なんでいるのと薄いリアクション。増自身は非常に驚いたそうですが、期待外れの反応に大変がっかりした藤原でした。ちなみにドッキリが大失敗に終わり、微妙な空気でしたが帰りは一緒に下山してきたとのこと。バンプオブチキン結成のきっかけは、なんと増が藤原を勧誘したこと。 X ジャパンを聞いて一年発起した増が、俺と一緒にロックを変えようぜと藤原を勧誘したのが全ての始まりです。ジュピター、収録曲はベースの直井義文へ藤原から誕生祝いとして送った曲。自分だからあげられるものをと考えた藤原、2ヶ月遅れながら直井へこの歌詞を手渡すと、直井はそっけない素振りでスタジオの屋上へ向かい号泣していたとのこと。直井が不倫騒動で個人的に活動休止になった際、バンプのラジオ「ポンツカ」において藤原、増川の3人で謝罪を行った後、解散という選択肢もあったけど、その選択肢は君たちに対して見せてはいけない、一番本質から目を背けていると直井本人も交えて話し合った結果、活動を継続、友人であり戦友である直井の責任を藤原が真っ向から受け止める形になりました。藤原と直井は上京してからしばらく同棲しており、他のメンバーよりも音楽に集中しきっていた藤原に直井は気後れし、バンドから身を引こうと相談。仲間外れにするなよ、俺たちバンプオブチキンだろという藤原の一言で救われたという熱い思い出があるとのこと。ちなみに話し合う前の藤原は「にゃーにー」と軽いノリでした。チャマの愛称でメンバーに親しまれる直井、藤原が「ポンツカ」で直井との思い出をリスナーに尋ねられ振り返る回でのこと。スノースマイルの PV 撮影が宿泊であり、作詞などの業務対応で忙しかった藤原、電話対応中の藤原に背後から近づいた直井は、女性スタッフの目の前で藤原のズボンをパンツごと下げてしまうといういたずらを敢行。直井は意図的に藤原の下半身を露出させたと語り、チャマとの思い出といえばそんなもんすごいありますよと藤原は吠えました。バンプは全員がもともと幼なじみであることから、バンドとして過ごしている時間が長いと友達でいる時間がなくなってしまうと考え、友達として遊ぶ時間を大事にしていると語る藤原。メンバー全員で温泉旅行に行くこともあり、クリスマスはメンバーで揃って過ごすなど、ずっと友達として一緒にいる時間を作り、藤原曰く頑張って遊んでるんだよねとのこと。バンプの隠れた名物である数々の隠し曲、シングルやアルバムにおまけとして収録された、時として意外な音楽的引き出しを垣間見せつつ、基本的にはふざけ切った曲の数々があります。その時メンバー全員でセリフや歌を入れますが、藤原は数々の繊細でシリアスな名曲より本気で歌っていることがあるとのこと。バンプの意外な表情がたっぷり詰まった隠し曲、サブスクでは残念ながらバッサリカットされ、 CD を買った人のみ楽しめる実はレアな代物です。隠し曲だけでアルバムが2枚ほど出せるくらい大量の名曲揃いであることから、隠し曲ベストアルバムを期待するファンもいるとかいないとか。アジカンのボーカル、ゴッチこと後藤正文、大学卒業後
社会人として働いていたゴッチは、タワレコで買ったバンプのアルバムから天体観測について、当時の自分と歌詞がマッチし、聞いたそばから泣きそうになったことがあると自身のブログで思い出を語っています。かつてゴッチのラジオで共演した2人、ギターコードに対するこだわりについて熱弁し、 X では藤原とラッドウィンプスの野田洋次郎に対し作詞能力の高さへ尊敬を表明するなど、バンプそして藤原からの影響を公言しています。藤原もある日テレビから流れてきたアジカンの未来のかけらが衝撃的にかっこよかったと、アジカンに対してリスペクトを持っている模様。お互いミュージシャンとしてリスペクトし合っている藤原とゴッチですが、初対面の際、ゴッチは藤原がお酒を飲めないのを知らなかったとのこと。それにもかかわらずゴッチは酒が進んでしまい、記憶が飛ぶほど酔っ払ったそう。お酒を飲むとジンマシンが出ると語っていた藤原、音楽雑誌で連載していたコラム藤木では行きつけの飲み屋で、大将とりあえずビールでということに憧れがあると語っていました。ちなみに現在はある程度飲めるとのこと。バンプのファンであることを公言しているラッドウィンプス野田洋次郎、意外なことにバンプとラッドは未だ共演していません。ですがラッドのライブにバンプメンバーが遊びに来ることがあり、プライベートでは野田と藤原が一緒の写真に収まっている姿が野田のインスタを中心にたびたび確認できます。自身の音楽に関する原体験がバンプと語り、同時にラッドにも多大な影響を受ける米津玄師。米津は好きすぎて愛に触れていいものかと恐縮、当時はまだ会ったことがありませんでした。しかし野田のインスタで藤原の誕生会でのスリーショットが掲載されています。新しい学校のリーダーズの鈴鹿は共通の知人を通じて藤原と月一で遊んだ時期が、その際人としていろんな言葉をもらったと語り敬意を示していましたが、番組 MC のバカリズムがどんなことをして遊ぶのと聞くと、超音波を当てた水と普通の水を飲み比べたとのこと。藤原曰く当てた方がまろやかと鈴鹿が証言。ライブでは基本的に対バンをあまりしないバンプ、その中で対バン経験があるバンドとして知られるのはくるりであり、6回ほど共演しています。藤原はくるりと対バンした際、 MC でくるりのリハーサルがすごすぎてずっと見ていたと告白、結果としてバンプのリハ時間がなくなったとのこと。その経験もあってか、くるりの岸田茂がバンプのトンツカに出演したことも、狭いスタジオで5人がきつそうに座りながらラジオの序盤から岸田も交えて下ネタを飛ばし、思春期の少年のような会話を披露しました。近年はバンプとの共演が少ないくるりですが、雑誌ロッキングオンジャパンで岸田が連載していることで毎月同雑誌が届き、そこで読んだ藤原のインタビューを確認し勇気をもらいました。新曲聴いてみようと X で発言。ロキノン系を牽引したバンド同士離れた今でも絆を感じている模様。アルバムオーロラアークではメンバーでカナダのイエローナイフにオーロラを見に行き、ここで実際に撮ったオーロラの写真がジャケットに。藤原はオーロラについて実際に見たかったと語り、先にオーロラという曲があったことからアルバムタイトルがひらめき、それによって長年の夢だったオーロラを見に行こうと決心。ちなみにイエローナイフについては桃太郎電鉄 USA で存在を知り、そこに行けばオーロラが見られるというゲームから得た知識であることを告白。体調管理の一環として長風呂に入る藤原、そのおかげでガリガリに痩せたと語っています。風呂に入る際は携帯ゲーム機がお供とのこと、ちなみに非推奨だと明言しています。水筒を持って入浴し、風呂の温度についても40度だとすぐに汗をかくので39度程度と、風呂に対して非常にこだわりが強い様子。それだけ風呂入ってると風邪ひかないでしょとの質問に、いや引くときは引きますよと回答。同じトイズファクトリー所属であり、自身もバンプの大ファンであるあのちゃん、バンプのテレビ出演についてラジオで触れ、事務所のインタビュー室に置かれたソファーに藤原が座っていたことについて、普段自分がよく寝ているソファーに藤原が座りテレビに映っていたことに困惑していました。2020年に結婚を発表した藤原元、これに対し直井らバンドメンバーも祝福、さらに野田洋次郎も X において熱い祝福を送りました。ちなみに野田は大好きな新垣結衣が結婚した際は沈黙を貫いています。嫌いな食べ物はないとは語る藤原ですが、辛いものは食べられないとのこと、曰く世界平和のためなら辛口カレーを食べるそう。数々の MC も伝説になったバンプ、俺らのライブは茶の間でせんべい食べながら見るようなものではないという MC が有名ですが、2021年のラジオで今来ている食べ物を質問され、生まれ故郷である秋田のおせんべいと回答。小学校の卒業文集で藤原が提出したタイトルはなんと黙れガチャピン。ガチャピンとは当時の先生のあだ名で、最初くたばれガチャピンというタイトルでした。マスが藤原をバンドに誘った経緯は、その卒業文集をマスが読んだことで興味が湧いたからとのこと。みんな先生ありがとうみたいなことを書いてるのに、一人だけね先生みたいなことを書いていた。
ことが心をつかんだと語っています。いかがだったでしょうか。ちなみに皆さんのバンプの一番好きな曲は何ですか。私はラフメーカーが一番好きです。ぜひ皆さんの一番好きな曲をコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画で。